こんばんは、 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星部芳正です。こんばんは、 MC の森千春です。記憶に新しいと思うんですけど、この間の菅原さんに出ていただいた回がなんとですね、違うバズり方してまして、下ネタでですね、なんかあのかわし方が、まあ、相当僕らかわされ、まあ、そうです、菅原さんです。ごめんなさい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私は2回目ですけれども、めっちゃ買わされてるんですよ我々。結構ね、ぶち込んでましたけどね。そうですね、なんかね、そうですよ、商品の話全く書いてないですね。コメントにね、コメント荒れてましたからね、はい、なんかやっぱり抑えてたのかとかね、うん、いやそれは抑えますよね、なんか。いやいや、でも私的には、はい、こうずっと、まあ、私にそういった面を見せて来なかった星葉さんが、うん、私がその視聴者時代に見てきた星葉さんの姿がちょっと見られて、うん、なんかこう認められた気がして嬉しかったですよ。それ良かったってことそれ。どっちでいいのか、俺まだ あれですよ、すごい躊躇してますからね。もうちょっとちゃんと考えなきゃなってこう いろいろ、はい、今日もうシミュレーションしてきたんですよ。怖い、うん、はい、シミュレーション、下ネタの何の、はい、どういったタイミングで出すか、シミュレーションですね、はい、それ、はいはい、ちょっと言い訳言うようでなんですけど、はい、僕の場合下ネタ言ってる感覚じゃないんですよ。どういう感覚、何をしてる感覚なんですか。意味分かんなかったです。自分で言っててよく分かんなかったです。呼吸ですか、はい、呼吸の感じで言っちゃってるんですか。言っちゃってた感じですかね。でも今までこう息止めてたんですね。そうですね、あのだからスルーしてください。でも皆さんそのコメントしてくださったってことは気になってたんだなと、あの改めて思いました。でも逆にこう どうしてほしいですか。何の話ですかこれ。どうしてほしいというか、なんかもう、うん、自然体でいらっしゃってくだされば嬉しいです、うん、私は。親父ギャグ言われて滑った時にどういう対応します。靴の話はいいんですか。そうだよね、そうだよね、ちょっと一旦靴の話っていうか、そうだ、ていうかキャップ、キャップよ。何ですか、しかもこれもよく分からずに被ってるんですけど。何ですかこれは。キャップ可愛いですよね。可愛いですこれ、うん、もう似合ってます、ね、最近女の子が、うん、結構女性の方がこうダウン着たりとかジャージ着たりとかキャップ深くかぶって、うん、こう六本木ヒルズのあたりとか、うんうんうん、こう歩いてる人たちいるじゃないですか。多いですね。ベースボールキャップをちゃんとこう、うん、女性がこう深くかぶってるのってすごくいいなと思って、うん、で今回ちょっとプレミアタっていう、うん、あのブランドを紹介するんですけど、はい、どんなブランドなんですか。あ、そう、まずそこからですよね。そうそう、はい、私お初なので、はい、お願いします。プレミアタっていうのはですね、ファッション業界にいる方だったら誰でも知っている有名靴ブランドで、なんと1885年から古い、うん、イタリアのモンテグラナーロっていう、あの本当にもう超靴の有名産地というか、そこでまあ誕生してずっとそこでやり続けている、昔に戻るとシルバのマッツァっていう、あの社長さんがグラッツィアのマッツァっていう方で、その方の名前がついたマッツァ家っていうのがあるんですけど、そのマッツァ家が代々靴を作ってきてるんですね。でその今のグラッツィアのになった時にこのプレミアータっていう名前になったんですけど、もう少し分かりやすく言うと、はい、まあ、シルバのマッツァとかグラッツィアーノとかね、いろいろ名前出てきたと思うんですけど、1990年代後半ですかね、大ブームを巻き起こした靴のブランドがあるんです。それが実はその言ってたシルバのマッツァという靴のブランドで、それはなぜそれだけ人気が出たかというと、当時メンズの世界でプラダってご存知だと思うんですけど、はい、プラダのブランドがメンズを出したんですね。それまでなかったんですか？なかったんですよ。プラダは、ね、レディースしかやってなくて、プラダのレディースはものすごく人気あったんだけど、そこでプラダメンズ、プラダのウォモっていうのができて、そしたらそこがバーンってそのスタイルを作っていったんですよね。ナイロンの生地を使ったセットアップとかスーツとか、まあ、今のちょうどテック系のスーツあるじゃないですか、はい、あれの一番最初を作ったのは実はプラダなんですよ。でそれを作った人っていうのは実はニール・バレットっていうデザイナーで、今では一人でデザイナーとして活躍している人なんですけど、その一大ブームを作ったプラダと、まあ、二分してたのがシルバのマッツァっていう靴なんで、それぐらい人気だった。めちゃくちゃ人気だったんですよ。でその時に同じように時期を人気だ同じようにして人気だったのが実はこのプレミアータという靴のブランドで、僕もたくさん持ってました。そのぐらい、まあ、メンズのスタイルにはまあ、イタリアのスタイルには根付いてるブランドが、今日菅原さんが持ってきたブランドというふうにご理解していただけると分かりやすいかなと。ここに並んでるのってスニーカーだけですけど、はい、元からスニーカーのどう、元々は革靴のコレクションがあって、
でもちろん革靴コレクションもたくさんあるんですけど、その中でもちょっと昨今その革靴、メンズ革靴っていうところではそこまで、日本ではまだブレイクしてないので、まずはスニーカーを紹介しようって思ったのと、さっきの星葉さんの言葉にちょっと一つ加えると、その当時のプラダのシューズのデザイナーがグラツィアのマッツァやってたんですよ、うん、っていうことです。あ、そうですね、はいはいはい、歴史もあるし時代も作ったしという。 そうです。そしてこのスニーカーですよ。そうです。ここ 1,2 年なんですけど日本代理店がなくなってまして、イタリアからその新作が日本に入荷してなかったんですね、うんうん、なるほど。で去年ぐらいにちょっとイタリア行った時にちょうどこのプレミアータの古い仲間から連絡が来て、うん、今ちょっと日本で代理店がないからそれからちょっとなんか直接買ってくれよっていう話で、うんうん、その行ったら非常にかっこいいスニーカーがあったんで、うん、革靴ラインももちろんかっこよかったんですけど、うん、ちょっとボリュームがありすぎちゃってまだちょっと僕ら日本人には早いかなっていう感じだったんです、うんうん、なのでまずはスニーカーから、スニーカーからご紹介しようかなと思いまして。結構なんかデザインとしてこうなんかいろいろついてて、うん、はい、おしゃれですね。そうなんです、変わってますね、うん、シンパシーを感じちゃうところがあって。何がですか？可愛くないこのこれ、あ、ほみたいに見えるんだけど、はい、なんかね、僕これ何のマークなんですか？もともとデザイナーってその常に夢見たり、うん、想像力がこう未知の世界の方じゃないですか、うん、一説によるとグラツィアノが夢見た時に自分が乗っていたヨットの帆で、あのヨットの旗に書いてあったマークっていうのもありますし、日本のカタカナの帆っていうのが、T に見えたと、うん、T ってあの彼の中ではものすごい強いメッセージの言葉らしいんですよ。いや、なんかやっぱデザイナーならではの感情でしょうね。そう、人とか時とか、なんかそれはあの T から生まれるらしくて、その T が変化したのが帆らしいんですよ。え、これ本当に帆なんですか？カタカナの。カタカナの帆ではないんですよ。あ、帆ではないんですね、はい、彼は T らしいんですよ。あ、これ T、うん、だけど僕からするとめちゃくちゃ自分のことを呼ばれてるような気がするんですよね。これは帆さんですもんね。そうなんですもんね。そうなんですよね。帆吉政ですもんね。そうなんですよね。すごくね、だからモルトシンパティコなんですよね。あ、こうシンパシーを感じるっていうような感じですか？そういう感じなんですよね。しかも菅原さんに帆って入ってんですよね。もうね、これもプレミアータですか？そうなんですよ。メンズレディスのこうカジュアルコレクションを出してまして、このスニーカーに合うようなウェアを出しているので、まあ、両方紹介していこうかなと。スニーカーもあるし、はい、キャップもあるし、はい、ニットもあるし、はい、なんだったらそこバックパックもこれに入ってます。でも T がこの帆になってるんで、やっぱ本当に T だと思ってるんですね、はいはい、そうなんですよ。でもこのキャップも後ろがこうベルトになっててすごいおしゃれなんですよね。ちゃんと 革が使ってて、かわいいですね。でちょっとキャンバスを製品洗いして下感があるという、うん、そうですね、はいはいはい、という感じで、はい、いろんなラインナップあるんですけど、はい、このスニーカーなぜ菅原さんググッときて今回4つ買い付けたんですか？はい、今まで、プレミアータの靴ってもうちょっとシュッとしたこと細いモデルだったんです、うん、そうですね、それも帆がついてたんですけど、イタリアここ2年前からこのちょっとボリュームがあるスニーカーになってまして、このソールがですか？ソールとこう何ですか、このボディ自体が、ここ自体が、はいはいはい、でこの形がもうイタリアでものすごく大ブレイクしてまして、うん、僕プレミアータが大好きなのはまずその履き心地がイタリアブランドのスニーカー群を抜いて履き心地が良すぎるんです。底材、あとインソール、うん、中材が非常にいい素材を使ってます。ちょっとこれ履いてみたくなりますね。はい、まず2種類。なるほど。黒とこちらとグレート、はいはい、これ実はあとメンズレディースあるって言ってたんですけど、はい、今お二人にちょっと履いていただこうと思って、なんと今回レディースは今シルバーバヤリなので、はい、これがシルバーの帆なんですね、でこちらシルバーの星葉さんの帆なんですけど、ちょっと履いてみます、はい、ちょっと履いてみてください。履いてみます、はい、うわ、めっちゃ履き心地いいですね。モリッチ 3.5 でしょ？はい、3.5 です、うん、すごい。
このなんていうんですかね、まず何が違うかって底材がクッションが素晴らしい。つま先が結構ゆとりがあって、うん、この上下に、はいはいはい、こう詰まる感じもしないし、でもちゃんとここはキュッと、そうなんですよ、ついてくる。ただ単にこう柔らかい、あの緩い靴じゃなくて、うん、ちゃんと足を押さえてくれてる、うん、うわー歩きたくなっちゃう、ね、あとあの結構ソールも分厚いですけど、そうそうそう、全然重くなくて、スタイルもよく見えますね、これ。そうです、うん、なんでちょうどこのボリュームの感じが今の雰囲気なのと、実は最近そのこのスニーカーのラインはベトナム製になったんですよ。なんでベトナム製になったのかなっていうのを聞いたら、はいはいはい、やっぱりその底材のクオリティとインソールであったり、あの全てその高級な素材を使いたいので、イタリアで作っちゃうと今のこの金額の倍ぐらいになっちゃうということで。っていうことはこれプレミアータのスニーカー今いくらぐらいなんですか？これ今これで4万8000円ですね。もっとすると思った、はい、もっと高かったですよね、プレミアータのスニーカー。高いです。下がるっていうことあるんです ね、 ねえ、びっくりしちゃった。じゃあ皆さん買いやすいですよね。そう、ありがたい話ですね。まずはちょっとダイレクトに引っ張ってるので、より皆様にちょっとお手頃に感じてもらいたいなと思いまして、さすがプレミアタだなっていう。グレーと、そして色は黒と2色、はい、後ろもちょっとプレミアタって入ってるのがグリーンなところも、ね、いいですね、はい、この辺も効いてますね。ちょっとスポーティーな感じもしつつ、ローテクな感じとハイテクな感じが混ざってて、そうですね、ミッドテクみたいな感じですね、はい、ローテクって何ですか？ローテクスニーカーっていうのはさ、まあ、コンバースとかさ、まあ、ああいうのはもうまさにさ、まあ、なんていうの、クラシックなスタイルじゃない。昔からある形はローテクなスニーカーって感じだよね。でハイテクだとさ、もう最先端のさ、ナイキのジョギングスニーカーとかあるじゃない。バネとか、バネ、うん、あれはもうハイテクじゃない。でちょうど中間のような感じが、ね、ミッドテクかなというふうに。ミッドテク、そういうんですね、うん、まあ、感じがしますね、これね。おしゃれのバランスが計算されてますよね。そうなんです、そうです。そしてこちらはまた、そうなんですよ、やっぱりバスケットシューズ的なものが、うん、やっぱり今非常にやっぱりトレンドとしてはあるので、うん、それをちょっと大人が履けるようなタイプで、うん、昨今こうイタリアで流行ってるオートリーっていうブランドがあるんですけど、うん、それは昔からあるブランドですか？いや、ね、この 3,4 年ですよね。そうです、そうです、そうです。で、あの靴の、ね、展示会があるんですよ。それミカムっていうんですね。それあの去年一緒にやっぱ、はい、あのリサーチしに行ったんですよ。菅原さん買い付けで、僕も一緒に買い付け、うん、あのご一緒させてもらったんですけど、みんなオートリーって感じでしたもんね。そうです、バーってすっごい一色展示してあるのがオートリーばっかり。いや、展示してるバイヤーさんがみんな入ってるんです。ああそういうことですか。もう着用してるし、もっと笑っちゃうのが、そのオートリーを真似してる靴のブランドもいっぱいあったってことです。じゃあまさに牽引ですね。牽引はしてる。とにかくね、こういうボリュームタイプのスニーカーっていうのは、うんうんうん、まあ、トレンドのど真ん中っていう感じなんですね、うん、今イタリアではまさにって感じですよね。そうですよ。それをプレミアータ風に、うん、なんとエアを入れちゃって、ここ、うん、テクな感じがしますね、はい、これ、うん、形は本当にそのクラシック、うん、もうローテクの感じなんですけど、確かにここ隠したら結構ローテク系、うん、そうなんですよ。昔のリーボックにナイキを足して、それにプレミアータ足したような。そうですね、はい、だからスーパーハイブリッドです、ね、スーパーハイブリッドなんですよ。本当ですね。でとんでもない履きやすくて、ジャブスとか、うん、本当にあのブリリアのスラックスとか、うん、そういうのにスッて合わせると非常にハマっちゃうんですね。ハマっちゃう、うん、綺麗系ですもんね。こうなんかこう色合いも白ベージュで、うん、ちょっとこう黒ネイビーみたいな感じで、うん、なんかこうディテールもなんかこういうところにちょっと穴みたいなのが開いてたり、そうなのなんかよく見たらおしゃれだけど、こうパッと見シンプルっていうか、うん、なんか、どこのスニーカーみたいな感じですよね。そうですよね、うん、結構イタリア人は、うん、あのこれワイドパンツに合わせてる女性もいれば、うん、男性でも太いパンツに合わせてる人もいれば、はたまたジャケットにタイトなスーツに下に、スーツの下にこれ着てたり入ってたりとかもしますから、うん、いろんなシーンで使えるのと、まずは今日本で履いてる人がいないので、そうですね絶対目立てるっていうか、うん、何それっていう、うん、今まで見たことのないプレミアータですもんね、はい、ちなみにこれは価格いくらぐらい？これちょっと高いんですよ。このスーパー、ね、あのラグジュアリーハイゾーンのスニーカーで、うん、こちら7万円台なんです。
あ、もうでももっとするかと思った。だって世の中めちゃくちゃ高いスニーカーって存在するわけで、いや、ありますよ、ね、すごく、うん、それと比べたらもう全然買いやすい価格なんじゃないですか、ね、はい、それでいて被らないっていう、被らない、で一気におしゃれ度が上がると、上がります、これそうですね、こなれますね、はい、そうなんですよ、これは白ベースのものと、はい、こっちは黒ベースのもので、エアーがないタイプですね、うん、ないタイプがあるんですね、はいはいはい、まあ、どっちもちょっとこういうバスケットシューズっぽい感じですね、どっちもいいですね、これもこう綺麗ですごく、うんうん、どうしても夏場って白ソールを皆さん中心に買うことが多いと思うので、やっぱり冬は足元を 黒ソールのものを持ってくるだけでちょっと秋っぽくなるので、オールブラックをあえてチョイスしてみました。まずはちょっと皆さんにこの履き心地を味わっていただけたら、体験していただいて、はい、次のあたりでまた革靴ライン、ね、紹介したいなと思ってたんですけど、なるほど、プラス今回びっくりしたのは、はい、まずこのニットですよね、はい、ちょっとこうミリタリーテイストの、そうですね、アーミーニットですね、はい、原型は、で星葉の方が入ってますから、はい、気になってたやつですね、はいはいはい、かっこいいなと思って、そしてちょっとワッフル地なんですね、それね、そうですね、うん、はい、こういうコレクションも出してて、実はこれに、合わせて、今回ちょっと間に合わなかったんですけど、ちょっとストレートからワイド気味の、ジャージも出てます。へー、はい、テーパードではなくてもうちょっとフレアになってるあのパンツ、本当にジャージなんですけど、合わせてあえてこういうスニーカーを合わすっていう、なるほど、はい、提案したいのと、最初の話にありましたけど、吉羽さんもお持ちのこうプラダのリュックがあるじゃないですか、はい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 、ナイロンリュック、やっぱり僕もあれ昔持ってて、使い古してもボロボロで使ってないものがあるんですが、またなんか欲しいなっていう気分で探しに行ったんですけど、すごい値段になってて、高いんですよ、高いですね、高いですね、でもなんか大人が使えるナイロンバッグで、カジュアルでもそのなんならスーツとかでもいけちゃうような、いけちゃうようなリュックをずっと探してたら、あったんですよ、大きさもいいですね、それで、大きさもいい、ちょっと背負っていただいていいですか、はい、むちゃくちゃかっこいいんですよ、なんか素材としては絶対カジュアルなはずなのに、はい、なんかすごい綺麗に見えますね、そうなんです、おしゃれな感じに見えますね、おしゃれですね、まあ、本当スーツとかの時には形で持ちとかしてもいいですし、はい、すごいかっこいいです、むちゃくちゃ作りも良くて、じゃあちょっと失礼して、はい、なんかこの持ち手とかもおしゃれじゃないですか、レザーで、レザーがついてて、なんかしょいやすそうなクッションもついてて、ぜひ、でナイロンも防水ですし、後ろの背もいいですね、そうなんですよね、もちもちしてて、もちもちしてる、しかもここクッション入ってて、そうで金具がやっぱりねかっこいいんですよ、ね、確かにこういうところもこういうところもかっこいいですね、かっこいいんですか、うん、パイピングを全部ちゃんとレザーでやってる、確かにこの辺パイピング、そうですね、ですレザーですね、はいろいろミックスされてますね、そうなんですよ、こんな感じです、ほらジャケットでも全然いけちゃうんですよね、スーツのリュック問題って結構ね、うん、若者でも結構あるので、うん、なんかどうしてもダサくなっちゃうとか、うん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 、なんか垢抜けないとか、はいはいはい、でも高そう、これいくらですか、6万8000円に消費税なんですよ、おー、それは価格はちょっとね、いいプライスですね、7万2500円、スーツに合わせられるレベルのリュックってもっとしますよね、うん、もっとします、うん、なんで入荷したらうちのスタッフがほとんどもう5人ぐらいもうすでに予約になって、ああスタッフ買い、スタッフ買いすごいですよ、みんなおそろ、これちょっとバカ嬉しそうな、なるほど、感じますね、プレミアとキャップはいくらぐらいなんですか、これキャップが1万5000円です、結構そんなに高くなく、確かにそうですね、はい、後ろレザーを使って確かに日本人にも合うちょっとこう頭の大きめなキャップになってるので、うん、浅くはないで、イタリアのキャップ結構浅いものがあって、浅い多いですね、確かに、日本人被るとちょっと間抜けなんですね、そうなんです、浮いちゃう、イタリア人の、あのね、頭の骨格と日本人の骨格違いますから、違いますからね、そう、はい、これちゃんとアジアンフィッティングでしっかりはまるようなタイプになってますので、なるほど、ちなみにこれニットはいくらぐらいなんですか、ニットが6万8000円ですね、おー、はい、なるほど、いろいろトータルであるんですね、今ね、そうなんです、プレミアタ、はい、かぶってみますか、はい、僕でもかぶれるんで、お似合いますね、似合う、うん、色もいいですね、そう、急にまた違う人になりましたね、これ街中でやったらなんか菅原さんだって分かんないですね、あの、はい、分かんないと思います、どっかのセレブかなみたいな、本当ですか、セレブっぽい、セレブっぽい、
ということで今日はプレミアータ、はい、充実したコレクションがまた日本にも入ってきたということで、そうですね、はいはい、代理店がついちゃうとまた価格がね変わっちゃいますもんね、変わっちゃうんで、はいはい、今から逆に言うとチャンスかもしれないですね。そうですね、うん、なんでまずはちょっとこのスニーカーの履き心地、履き心地体験していただきたいですね、うん、やっぱり昔持ってた方はお客さんでももう一回入んないのっていう方は、うん、やっぱりいらっしゃいますもんね、はい、ちなみに森市一押しどれですか。え、私これ可愛いなと思いました。その心、これその心は、うん、白スニーカーって本当いろいろありますけど、うん、このなんかいろんな白系の色がアイボリーもちょっとベージュも含めていろいろこう集まってて、うんうん、ただの白スニーカーにはないおしゃれ感、うん、こなれ感、うん、とこの分厚いソールでこう、うんうん、新しさが新しさ、うん、でこのこんな高級ラインでこんな、うん、エアが入ってる、エアが入ってるのもあるんだってちょっと驚きも込めて、うん、どんなコーデでも年がら年中、うん、年がら年中いいかなと、いけるなと思って、うんうん、これかわいい、うん、一押しですこれ、うん、なるほど。菅原さんどれですか一押し。ちょっと今日はコーデでこれ履いてますけど、はい、王道はやっぱりこのグレーが何でも合わせやすいかなと思うのと、うん、このハイブリッドって多分なかなかないんで、ないですね、はい、ないですね、うん、でこれベトナムだからできるんですよ、うん、多分イタリアじゃ無理なんですこんなの、うん、そんなことをやって抜ける感じがプレミアーターちょっと履いてみたいなと、うん、面白いですけど、はい、なるほど。星葉さんは推しどれですか。これかなやっぱり、まあ、なんかちょっと普通にパッて見た時にホって書いてあるんでやっぱり一番ホっぽいんで、うん、はい、これですかね。そう、さらにリフレクターですから、あのそうだ、ちょっと暗闇で目立つスナックでも多分、はい、そうなんです大丈夫ですよ。ちなみに倒れててこっちだとホがこうなるんですよね。縦型のホだ、はい、これ横型でこっち縦型なんでこっちの方がいいかなと。そっちがいいんですね、一目見て分かりたい、一目見てホって書いてあるんで、なんかこうちょっと突っ込まれシューズとしてはこれも抜群だなっていう。確かに。こちらは全て BR モールで購入することができるんですが、はい、他にはどちらで購入ができるんでしょうか。はい、あ、もちろん菅楽店の仙台店、はい、そして盛岡店で買えますし、うん、菅楽店のウェブサイトでも購入できます、はい、ぜひチェックしてください。サイズ感、はい、あ、サイズ感、はい、いくつからいくつぐらいあるんですか。サイズはレディースは35、36、37、38、うん、39まであったかな、はい、レディースも揃ってるんですね、はい、メンズも、39、40、41、42、43って感じで、じゃあ結構大きめまでありますね。44まであります。お、44、はい、じゃあ28ぐらいまでいきますね。そうですね、僕で41を今着用してジャストフィットなんで、うん、そんなに大きめ小さめないですね。さっき星葉さんが43を履いていただいたんですけど、はい、どうでした。ぴったりって感じですね。43で、はい、バッチリって感じですね。いつものサイズで構わないと履いていただけると思います、はいはい、ちゃんとレディースもあるのでレディースもぜひ見てみてください。はい、はい、最後に宣伝を、宣伝をありますか。はい、星葉さんだって大丈夫です、そのまま行きましょう、はい、ね、星葉さんにも出ていただいてる、はい、YouTube ですね、菅原バールというのをやっておりますので、ぜひ、チェックしてみてください。そしてチャンネル登録お願いいたします。そしてはい、私も YouTube チャンネルやっております森千春の千春の森というチャンネルもぜひ見てみてください。星葉さんはこの BR チャンネル以外にもですね、ミニマルワードローブチャンネル、そして、フォルツァスタイル、そして今お話に出た、名前何でしたっけ、菅原菅原バールですね、はい、今ボケたつもりだったんですけど、はい、全然言ってくれなかったので、はい、菅原バールです、ぜひそちらにも出てるんで、はい、ご覧になっていただければと思います、はい、ということで菅原さん今日もありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。次回はこちら、下ネタなかったよ今日ユニバーサルランゲージの手塚さん、はい、また来ていただいたんですけれど、フミヤ平野さん監修をしていただいた、最高のコート、イギリスっぽい構築的な背中に反り上がるような形、うん、男は背中で語る、これはカシミヤ100、価格は全て同じですか。99,990円。10万切るんですか。フィット感が高いですこれも、はい、この間オーダーしたばっかりですけどこっちも欲しくなりますね。チャンネル登録はこちら、こちらです。おすすめ動画はこちらです。こちらもご覧ください。